工業型農業とは、農産物、畜産物、魚介類を産業的に生産する、近代的な農業体系を指す。工業型農業の用いる手法には、科学技術的、経済的、政治的なものが含まれる。この分野は、農業機械と農業技術のイノベーション、遺伝子工学、経済的生産規模拡大の技術、新しい消費市場の創造を。 遺伝子情報の特許権保護、国際貿易などを含む。これらの手法は先進国にて幅広く普及している。スーパーマーケットで販売されるような食肉、乳製品、卵、果実、野菜などの大部分はこれらの工業型農業の手法を用いて生産されている。工業型農業の誕生は多かれ少なかれ産業革命とつながりがある。植物成長に 重要な三要素である窒素、リンカリの発見により、肥料を科学的に合成することが可能となったことで、農業の可能性は大きく広がった。20世紀の最初の20年には、ビタミン発見、動物における栄養素の高揚解明が起こり、ビタミンサプリメントの誕生につながった。それにより1 9二十年代には、一部の家畜について室内生育が可能となり、 家畜を自然の脅威にさらすリスクを減少させた。さらに、抗生物質とワクチンの発見により、密集により、家畜が病気になるリスクを減少させ、家畜の室内飼育を加速させた。世界の農業生産は、1820年から1975年の間に4倍となり、1800年には100万人だった、世界人口2002年には65億人まで、 養えるようになった。生産性も向上し、米国の農業労働者は1930年代には人口の24%であったが2002年には1.5%まで減少。1940年では一人の農民あたり11人の消費者を支えていたが2002年には90人を支えるまでになった。農家の数も減少しており、農地所有も集約化が進んでいる。 全米農業労働組合によると垂直統合が進み、米国の屠殺業務はある四企業が、牛の八十一パーセント、羊の七十三パーセント、豚の五十一パーセント、鶏の五十パーセントのシェアを持っているという。全米豚肉生産者委員会によると、米国の養豚所は九百六十七年には百万施設あったが、二千二年には一万1400施設まで集約され、 各施設にて毎年8億頭の豚が処理されているという。ワールドワッチインスティチュートによると、全世界の家畜の74%、牛肉の43%、卵の68%が、このような形で生産されているという。16世紀から19世紀半ばにかけて、英国では農業革命により、農業の発展を遂げ、農業生産性と生産量が、 飛躍的に増加した。これにより前例のない人口増加が可能となり、また多くの労働力が農業セクターより解放され、そのことが後の産業革命につながった。起源については完全には解明されていない。近年の歴史家は農作業における4つの要素、囲い込み、機械化、4輪作、品種改良といった変化によるという説がある程度支持されている。 人口増加推定世界人口安価に大量の食料生産が可能になったため多くの人口を養うことが可能となった。大まかな概要、工業型農業によって安価で豊富な食品を提供できた例の一つは米国であり世界の国の中で最も成功した工業型農業の開発プログラムとされる。1930年から2000年の間、 米国の農業生産性は毎年平均で2%のペースで上昇し続け消費者の食料購入価格は減少していった。米国家庭における過処分所得における食料費の割合は1950年は22%であったが20世紀末には7%まで減少した。経済環境社会ありがとうございます。